次はスティームマシーンというところのオーバードライブです。映ってるな。オール12時でエフェクターオンです。シングルコイル。ゲインポジションがハイ、ロー、ナッツとなってまして、今ローです。というのがどうもトーンみたいですね。ドライブを最大にします。バッカーにします。まあこうやると分かりやすいんじゃないかと。次はナッツポジション。今はリアのシングルコイルです。あ、フロントハンバッカーです。リアのハンバッカー、プリポストのあるブースターをかけます。今はプリです。次はポストにしてみます。違いですね。次はハイポジション。ハイとナッツ。ハイの方がちょっと薄いですね。すごいですね。シングルコイルです。便利だと思いませんね。
以上です。